度こそ半、半に決まってる。リンゾロの蝶。俺の貯めた金が、初めは勝ってたのに。いきなり4万とはすごい収入じゃない。おごりなさいよ、おごりなさいよ。あ、やっぱりズルしてたのね。おい先輩、待てよ。先輩、その金無理にでも返してもらうぜ。言うこと聞かねえと、先輩といえどボコるぜ。たとえ賭場で負けても払わなければいい。払っても取り返しちまえばいい。ほら、ほら。なんだてめえ、逃げてばっかりか。こら、お待たせ、君で最後ね。いざ勝負。え、はあ、素人さんばっかりで悪いことしたわ。手加減したし、すぐ動けるわよ。痛い。最近女の子がこうまで強いとは。まあ鍛えているからね。でも彼女ほどではないか。ん、今なんか気になることを言ったわね。最近親不孝通りの方に青空闘技場ってのができてよ。青空闘技場。なんかワクワクしてくる響きね。そんな面白そうなところがあるなら言ってよ。気遣いは嬉しいけど、もう子供じゃないしさ。で、青空闘技場のことだけど、俺は賭けが大好きだから行ってみたわけよ。は、はい。そしたら何が起きたと思います？おお、鋭いですね。そうそう、闘技場にアルゼンチンのメッシが来てたんです。メッシって太陽の子メッシ？はい、南米ナンバーワンの格闘家が川上に。なんでまた。渋川さんが紹介したみたいで。そっか、メッシは渋川さんの柔術を見に来たのね。で、ついでにネタで青空闘技場を紹介されたと。メッシは世界を武者修行中らしくて、青空闘技場でも強い強い無敵でした。そんな時です。メッシに対して一人の女の子が乱入してきたのは。普通そこら辺の女の子なんてメッシに勝てるわけないと思いますよね。ところが、その女の子は世界規模の相手を。ドア。めったに天才って言葉は口にしねえが、この嬢ちゃんは間違いなく天才だ。細かいもの以外にもこんな化け物がいたとは。てなことがあったんです。メッシが負けたなんて大騒ぎじゃない。まあ公式戦じゃないですし。で、
その女の子はどういう人なの？歳は多分俺より一つか二つ上。名前は板垣とか言ってました。ほぼ同年代じゃない。板垣。なるほどね。あたし、そいつと会ってみたいわ。でも、わかったわよ。我は今日巡察に行くぞ、アズミ。は、どこを回りますか、ヒデオ様。親不孝通りと言われる堀の外町だ。なぜそのような場所。そこらは治安が富に悪くなっていると聞く。今週我が念入りに回ることで治安を上げるぞ。何も秀夫様自らがそこを見なくとも、武器家の従者部隊を何人か差し向けますので。その手も打っておけ。だがな、安住、指導者は巡察で民の声を知るのも大事なの。治安が悪い場所だからとて逃げはせぬ。さすがにございます、秀夫様。このおしたり弾み、全力でお守りいたします。これはまた独特な雰囲気。遊郭と焼肉がセットになって。昨日できた。予定通り今週はここを重点的に回ろう。秀夫様は、その…なんだ、許す、申せ。ああいうお店に入ろうとは思わないのですか。遊郭は庶民のものに、何故我が金を払って体を触らせねばならぬ。ありえぬ話だ。不問でございました、秀夫様。そう言われば数事の一筋。もはや宿命になったと言ってもいい。ここら辺はいつ来ても雰囲気がピンクね。お姉ちゃん、こんにちは。ねえねえ、薬売ってるんだけど、興味。興味ない。普通に売ってるお薬だよ、合法。合法？そうそう、だから別に全然問題ないの。本当のドラッグなんてバカのやることさ。でもこれも結構気持ちよくなれるんだよね。結構やってるやつ多いしさ。やってる人も多くて。方法か。薬ってどんな感じだろう。初めての人には安くしてるんだよね。どう？持ってたらなんかかっこいいかな。ネタとしても美味しいかも。思いっきり勉強するよ。買って買って。